年季の入った社会人婦女子赤戸桃はいつものように BL 同人誌をあさりに書店に行くと、初の婦男子さんに遭遇。だがしかし、その婦男子さんは元彼だった。元彼片倉すずやは赤戸の置き忘れた BL 同人誌ですっかり婦男子になってしまっていた。罪悪感を感じるも二度と会うこともないと思った矢先、実は会社が同じビルで早くも再会。赤戸の同期で婦女子仲間の春日雪音も加えて、婦男子と婦女子のオタトークが始まる。片倉は同人のとある個人サークルの大ファン。しかしその BL 同人誌を書いているのは赤戸だった。元彼にそんなこと絶対に打ち明けられない。まっすぐ誠実に BL オタク道をひた歩く元彼に、まさかのラブ展開もあるわけなかった。今日も楽しくオタトーク。男子3日合わざれば腐ることもある。元彼元カノの普段上オタクコメディ。元彼が普段子になっておりまして、コミックス第1巻絶賛発売中。コミックス第2巻9月21日発売。元彼が普段子になっておりましては、ガンガンピクシブで大好評連載中。